じゃ、こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日は元気ね。侍ジャパン強化試合ね。はい、はい、日本対日本ハム。はい、もうなんかこう ね、日本シリーズ終わったかなと思うと、はい、次侍ジャパンが、まあ今日はね、俺が全部書いたからちょっと字が小さだったりいろいろ不備があるかもわかりませんけども、ちょっとね、はい、ちょっと事情があって今日は看板屋さん書けませんでしたので、そうね、ちーちゃん書けなかったから、今日はね、可愛い豊さんの字でお送りします。はい、ね、その評価もよろしくお願いします。はい、栗山監督初陣。はい、ね、あのコロナで、うん、試合ができずにね、はい、あのこの時期まで采配を振るえなかったけども、うん、今日は初めてということでね、うん、はい、で日本の先発石川ソフトバンク、はい、ね、日本の方は上沢という、はい、まあ、エースが投げます。これは栗山監督にとってはもともと率いてたチームとの、まあそうだね、強化試合ということはどうなんですかね、うん、まあ、あんまりそういう感じはないんじゃないのかな。なるほど、うん、うんうん、まあまあこれはね、日本の日本代表のユニフォームを着ると、はい、やっぱそういう感情はなくなるからね。はい、はい、ということで、うん、先発、先発がこうなります、はい、ね、日本の方阪神近本、うん、ね、日本ハム近藤、はい、で DeNA 牧、はい、で村上が、うん、ヤクルト村上、うん、DH に入りました。はい、この、ね、あれですね、ジャパンは、ね、DH 制ということで、そうだね、はい、はい、でジャイアンツの岡本がサード、はい、森がキャッチャースタメン、はい、ライオンズ、佐藤阪神、うん、ね、源田、はい、ライオンズで中の阪神、ね、はい、でこの特徴はさ、うん、何かわかる？何？この使ってる特徴っていうのは、特徴は何でしょうか？足が速い人、まあまあ足が速い人も多いよね、うん、はい、まあ、例えば源田盗塁を中野も盗塁を取った、はい、まあ、近本も取ったって、はい、ね、いや、まあ足が使えるなという、うん、それともう一つはやっぱ2ポジションできるということ。はい、なるほど、うん、まあ、近本だったら外野だったらどこでもできるという、うん、で、まあ、近藤も、まあ、外野やったりだとか、まあ、キャッチャーまでできるからね、うん、で牧はセカンドとファースト、うん、まあ、村上もファーストとサード、うん、岡本も同じだよね、はい、で森がまあキャッチャーぐらいしかできないけども、うん、でも DH 入っても遜色ないぐらいのバッティングを見せてくれるという、はい、まあ、佐藤も内外野できるよね、はい、で源田は内野だったらどこでもできる、うん、で今日中野がセカンドに入ったんだけども、はい、まあ、二遊間ができるということで、うん、まあ、2ポジションをできる布陣、うん、まあ、そういったメンバーを揃えてきたということだよね。はい、はい、で日本ハムの方はこうなってます。はい、ね、こうあれですね、日本ハムはレギュラーシーズンではスタメンではなかった人などが、まあそうだね、出たりということですね。まあ、ちょっと触れとかなきゃいけないのが阪神からの江越、はい、ああよく気がついた、はい、江越が阪神から、うん、トレードで来ていきなり使われたというね、まあ、結果から言うと、まあ、1本打ったけどね、今日ツーベースをね、はい、いいツーベースを打ったし、うん、で阿部っていうのが育成から大抜擢で、スタートしたということだよね、はい、まあ、あとは、まあ、そこそこ使われてる選手、まあ、五十幡がちょっと試合数が少ないぐらいで、うん、まあでも1軍でね、まあまあ活躍したというね、はい、まあ、そういう布陣でスタートしました。はい、でまあ全日本の方を思うもちろん主なんだけども、はい、ということで、侍ジャパンの方が、はい、主語というか、まあ、もう攻撃と守備についてのポイントということですね。そうだね、はい、でまず攻撃の方は1回2点、はい、ね、取るのが近本が、ヒットで出るいきなり、うん、まあ、立ち上がりやっぱりピッチャーっていうのを捉えるっていうのはすごく大事なことでね、はい、で近本が、まあ、いきなりヒットを打ってくれて、うん、まあ、初球に盗塁を仕掛けたんだよ、はい、俺栗山監督がどういう仕掛けをしてくるのかなっていうね、うん、思ってたらいきなり近本が走ってくれたという、それでキャッチャーの悪送球を誘って、うん、ノーアウトランナーサードを作るんだよね、いきなりね、はい、で近藤がレフトに打ち上げて、うん、先制点を取ると、で1点を取って、次牧が高めに浮いたカットボールを上沢が、ホームランをする、はい、見事な立ち上がりの攻撃だったんだよね。そうですね。でもっとガチガチになるかなと思ってたんだけども、うん、
まあその硬さもそんなになくて、うん、なんかリラックスしてやってるなという、うん、あのデスターションも出たしね、マキがねいきなりね、はい、まあなんか照れながらやってたけども、ジャパンでも健在でしたか。まあそうだね、はい、まあ20年前さ国際試合に俺も参加したんだけど、はい、その時はなんかプレッシャーで押しつぶされそうになってたんだけどもね、うん、でもなんかもう時代も20年進んで、まあ、非常になんかいい雰囲気の中ね、うん、まあ、立ち上がっていったなっていうような感じだったね。チームの雰囲気も良さそうな感じですかね、まあ、そうだね、そうすると、はいはい、で4回裏、うん、岡本が5番岡本四球、はい、ね、フォアボールの後森が加藤から、はい、ね、日本ハム、うん、加藤から初球を逆転ホームランという、はい、まあこのね4回に3点取られてんだよね、うん、はい、だから1回逆転されてんだよね。本当ですよね。だからこの時は大丈夫かみたいな、立ち上がり全然日本ハム感じなかったんだけども、はい、これ江越のツーベースを足がかりに、うん、まあ、3点を取っていくんだけどもね、うん、3点取られた直後に、まあ、岡本が四球を取り、うん、森が初球を逆転ホームランを打つという、はい、だ見事な攻撃だよね、ここら辺はね、やっぱ特徴が出てるというかさ、すかさずというところですよね。そうだね、3点逆転された後の、そうだね、はい、で逆転した後に、まあ、源田がヒットで出るんだけども、うん、まあ、2球目に盗塁を仕掛けて成功という、はい、やっぱ足をこう絡めてくるよね、うん、やっぱこうその選手の特徴を生かそうと栗山監督がしてるかなっていうような、うん、まあ、そんな采配が目立ったね、はい、はい、で6回に4番村上、うん、三冠王、はい、まあ、ホームランということで、はい、もう打ってホッとしてるでしょうかまあまあやっぱりね、打てないよりは、ね、打てた方がいいし、そうですよね。でもやっぱこう1点差よりも2点差ということで、うん、まあ結局トータル的に見ればさ、この1点が大きかったんだよね。そうですね、うん、だからまあさすが村上だなっていう、うん、まあ甘いボールでもなかったんだけど、はい、やっぱ打てるピッチャーからしっかり打つなというようなね、はい、まあそんな印象でした。じゃあもう牧選手、森選手、村上選手はホームランということで、そうだね、3本打つし、うん、まあちょっとメンバーをねちょっと見てもらうと、やっぱ期待してるのは、はい、やっぱり近本の出塁と、うん、盗塁なんだよね、はい、で近藤も大事なところで出てほしいなって言ったところをフォアボールで取って、うん、出て行ったりとかもしてたし、うん、で牧もやっぱ勝負強さ、うん、まあこう畳みかけるような攻撃にも、まあ、ホームランをね打って期待に応えてるし、はい、まあ、村上もそうだよね、うん、で岡本もその今日はヒットなかった、あ、ヒット1本あったんか、はい、レフトが目測誤って1打席目にツーベースを打ってるんだけども、だけどまあ内容的にはね悪かったけども、やっぱフォアボールを取って森につないで森がホームランで返して、うん、まあ、佐藤がちょっと元気なかったな。で源田もまあ出たら二盗するという、もう各チームではクリーンアップを打ってるような選手がずらりと並んでいるので、まあ だね、だからまあすごく特徴がね、うん、特徴を生かしたような攻撃を仕掛けたね、栗山監督がね、はいはいはい、ということで今度は守りの方ね、3回表石井がボテボテのファーストゴロを打つんだ、うん、はい、そしたら牧が今日ファーストに入ってて、はい、石川との連携は見事だったんだよ。これはね、普通のファーストしかやってない人だったらなかなかこう難しいけど、うん、やっぱ牧セカンドやってるし、身のこなしがねやっぱ素早いね。牧選手はやっぱりこう当初というかこう入ってからの守備の成長って、うん、あるある、そうですよね、うん、それとまあ1年目にファーストを経験してるっていうことがね、うん、すごくこう身になったと思うんだけども、うん、まあ石川がこう通り過ぎるんだよね、はい、こういうふうに牧がここで取るんだよ、うん、だからこう背中越しにトスしなきゃいけないのに、はい、この前に投げてあげたんだよね。ああ、取りやすいところちゃんと、うんうんうん、だからその精度もさ素晴らしかったし、まあ、石川も緩めたら内野安打になるから緩めなかったんだけども、うん、ベースカバーをね、はい、だからそこに見事に牧がトスをしてあげたという、うん、これはね昨日から集まったんだよ、うんうんうん、チームをね、はい、
で今日試合だったんだけども、うん、でもそれでこれができるっていうのはちょっと安心だよね。そうですよね、うん、もういつもの人っていうわけではないのに、そうそう、そのコンビネーションがうまくいくっていうのが、そうそうそう、ね、うん、だから素晴らしかったなと思ってね、はい、で4回宇佐美に逆転打を左中間に打たれるんだよ。はい、てんてんてんにしてるんだけど、てんてんてんびっくりみたいな、そう、まあこれがね逆転になるんだけどもさ、うん、ね、うん、で6回、はい、近本が宇佐美の打球をファインプレー、はい、6回ね、うん、0点に抑えてるけど、うん、これは近本があらかじめこのことがあったから、うん、やっぱこのバッターの特性を見てやっぱ寄ってんだよね、うん、だいぶ、うん、それで事なき得たんだけどもさ、うん、これはやっぱこう普通にはこうパッと取ったけども、ポジショニングと感性のファインプレーだね。うーん、だからやっぱこう大事なんだよ、うん、国際試合ってやっぱデータがやっぱ集めるけど、うん、生きたデータっていうのがないでしょ、初見でやるときには、うん、だからその時の状態とかいろいろ見てて近本が起点を利かして、うん、だいぶ寄ってたよねレフトの方向に、うん、でパッと取って何気ないプレーだけども俺はファインプレーに思えたね。やっぱね起点が効かないとダメだわ、うん、ね、感じ取るものをね、うんうん、はい、はい、で8回、ノーアウト1・2塁、うん、ね、上川畑に送りバントのサイン、はい、やっぱこうなんていうの勝ちたいというこう1点を取ってなおかつノーアウト1・2塁になったからね、うん、で送られてタイムリーが出たら逆転されてるわけよ。そうですね、うん、だからここでやっぱ日本ハムも送りバントのサインを出したんだけど、うん、インサイドの球をちょっとショーフライになったんだけど、うん、はい、あーっと思ったんだけどね、牧がやっぱダッシュ早かったな、うん、スライディングキャッチをして、うん、でセカンドに投げ、うん、源田がファーストに送ってトリプルプレーが成立したという、うん、ね、だからまあ送りバントのケースではあっても、はい、なかなかこうダッシュよくあそこまでスライディングキャッチができるっていう人は、うん、そんなにいないと思うんだよね、うん、だから牧も今年1年間セカンドを守り続けてて、はい、いきなりファーストやって、うん、やっぱ感性がいいよね。うん、うん、で9回表、はい、大勢が3人で打ち取ると、うん、ピシッと打ち取ったという、うん、はい、うん、これはね大勢初めてだったと思うんだけども、うん、だいぶ緊張するかなと思ったのね、うんうん、まあ、だけど落ち着いてピシャッピシャッピシャッと抑えに行ったから、うん、だからああこの大勢は使えるなっていうふうにね非常に感じたシーンだったよね。もう自分の役割っていうものが明確なんでしょうかね。まあ、そうだよね。どんな場面どんなチームであることっていうところもあるんですかね。まあたださ、国際試合で日本のユニフォームを着て、うん、1点差で出ていったわけだから、うん、はい、ね、だからもうちょっとバタつくかなと思ったんだけども、うん、でももうやっぱこうシーズン中の自信が現れてたね、うん、まあすごく落ち着いてた。だからまあ、非常に、まあ、4点は取られたけども、うん、まあまあ攻撃守り、まあ、良かったかなという。ただ石川が先発をした、はい、石川のコントロールがちょっと心配だったね。なるほど、うん、ちょっと日本ハムに助けられた部分、うん、ボール球に手をすごく出してもらったから、はい、まあ良かったなっていうようなところもあったね、うん。で高橋宏斗2番手、はい、第2先発ということで、うん、まあ、ちょっと上がってきたんだけども、はい、まあ、森とのコンビネーションが少し合わないかなっていうような感じがしたね、うん、なるほど。もう少しまっすぐで押してもいいかなと思う場面もあったんだけど、はい、なんかちょっと今日は、まあ、課題があったのかわからないけども、うん、変化球に、頼りすぎてたというかね、うん、まあ、そんな感じがして、ちょっと高橋宏斗のいいところがちょっと出せなかったのかなという、うん、まあ、出せなかったからといって点を取られてるわけではないんだけどもね、はい、で3番手に森浦が投げたんだけども、うん、はい、森浦はちょっときし厳しいかな、うん、ちょっとね制球をこう悪くするというか決めるところで決めれないから、はい、うんうん、だから苦しくなってストライクを取りに行ったボールをこう打たれるというね、うんうん、
だからまあちょっと調整が必要かなっていうね、だからまあここら辺はふるいにかけてるピッチャーたちだろうから、うん、だから栗山監督がどう判断するかだよね、うん、でまあ大勢はまあ見事だったということだよね、投手陣から言うと、はい、でちょっと最後に付け加えたいのが、うん、まあ杉谷が、はい、この試合で引退、最後の打席を、そうでしたね、うん、だけど杉谷はね、うん、あのプロ野球を盛り上げるために、うん、まあ、いろんなことをしてくれたしね、はい、うん、でやっぱり新庄監督っていうのは、うん、あったかいな、こういう選手には、うん、あのスタメンで行くかって言ったらね、うん、杉谷がいやこんな全日本のね、うん、大事な試合の時に、うん、いや1打席で十分ですというのは、まあ、杉谷の謙虚さも素敵だし、うんうん、でまああのその時に、うん、高橋宏斗かな、まっすぐ全部全球まっすぐで勝負に行ってあげたけどね、うん、はい、まあ、そういうこう勝負のちょっとしたね真剣勝負の中に、まあ、杉谷という温かいものがあったりだとか、うん、で、まあ、最後はね、うん、胴上げされてたけども、はい、全日本のメンバーも出てきて、うん、一緒に胴上げに参加をしてたけどね、はい、まあ、杉谷にとっては本当に一生忘れられないようなね、そうですね、うん、だけど日本のプロ野球の中でやっぱそうやってね、うん、活躍した人をね試合後にそうやって送り出す、まあ、新庄監督の演出も素敵だったし、うん、やっぱ選手たちが集まってきて胴上げをしてあげる、うん、まあ、すごくあったかいシーンをね見た、うん、うん、だからなんかすごく全日本には頑張ってほしいなっていうふうにね、また新たに思ったね、うん、もう杉谷選手は本当、はい、あのね、子供たちにもとても人気で、そうだね、うん、うん、ほんそうです、うん、まあ、YouTube やったら本当結構行くんじゃないかなっていうね、そんな感じもするけどもね、まあまあ だけどね、まあ、あの全日本はこれからね、あのチームとしてやっていかなきゃいけないし、うん、まあ明日もジャイアンツとあるで、9日10日がねオーストラリアという相手がね、うん、違って日本のチームじゃなくて、まあ、少し本番モードな感じで戦うと思うけども、うん、まあ、頑張ってほしいなと思うよね、はい、まあ、なんかこう国際試合だとこういうところがっていうポイントっていうようなことってありますか、見るポイントとか。まあ、見るポイントはね、はい、あのストライクゾーンが違うし、うん、あのだからどういうふうな対応をバッターがしていくかとか、うん、だからピッチャーもそうだよね、投げ手が、うん、例えばものすごく外が広いわけね、はい、まあ、その時にどういうふうにそこにコントロールができるかどうかっていうね、っていうところもあるし、あのね国際試合ってねなかなか動けないんだよ、やっぱ失敗したら流れが変わっちゃうから、だから今日なんかすごく攻撃のところで、盗塁とかね、うん、仕掛けたけども、うん、これが本茶になって走れるかどうかだよね、だから今のうちにもどん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 走らせておく方がやっぱいいと思うし、うん、うん、でもいい試合だったよね今日はね、ね、もうあの僅差のいい試合しね、そうだね、1点差になって、うん、はい、まあ僅差になっちゃいけないんだけどさ、まあもう圧倒しないとさそうでしょう、ね、まあだけどあのまだメンバーもこれでこう決まったわけじゃないし、うん、今こう見られてるような状態だからね、うん、まあ、選手の皆さんはね、ぜひメンバーに入れるように、うん、まあ、頑張ってほしいなと思います、はい、まあ、はい、あのね、こう初戦ということで、そうだね、今日はまあチームで練習もしてないわけだからさ、そうですね、でもその割には連携とかも、ね、うまくいってるし、うんうん、あの2ポジションも守れる人間がね、うん、まあ、力も発揮してるし、うん、あのなんていうの、その自分の特徴をね、うん、どんどん出していってるという意味ではすごくやりやすく選手もやってんじゃないかなっていうような気がしました、うん、ということは、まあ、あの不安なことよりも安心材料の方が多い感じですか、まあ、そうだね、今の侍さん、まあ、安心っていうかやっぱ本番にならないとなかなかわからないけどもね、うん、まあまあ今日の試合は、うん、まあまあ初戦ということからすると、うん、まあ、落ち着いてやってたかなというような感じがするよね、はい、なるほど、はい、まあ頑張ってくださいよ。はい。はい。